今月上旬から来月中旬にかけて出荷のピークを迎える鳥取県中部産の白ネギ。今日鳥取県北栄町の集荷場では生産者や JA 関係者などが集まり出発式が行われました。出席者は白ネギの入った味噌汁で乾杯し、出荷作業や輸送の安全を祈願した後、出発するトラックを見送りました。鳥取県中部では倉吉市や北栄町、琴浦町で農家189戸がおよそ50ヘクタールの畑で白ネギを作っています。白ネギは関西や中国四国地方に出荷されていて、今年は3億7000万円の販売を目指しています。 JA によりますと、今年は夏場の猛暑の影響で生育が遅れ、例年より1週間から2週間ほど出荷の時期がずれているということです。しっかり生産者が作り上げた白ネギをですね、ゆっくりと食べていただきたい。鍋、また天ぷらですね、火を通せばどんどん甘くなりますので、しっかりと食べていただく。白ネギの出荷は来年3月まで続くということです。